はい、どうも神です。パワープロペナントやっていきます。12球団最低勝率から日本一を目指す、ペナントセースか、やっていきたいと思います。ちょっとね、今時間がないんだよね。時間がない中俺は動画を撮るっていうね、あの遅刻、今友達との、まあ、待ち合わせは時間はしてないけど、まあ、あと遊びに行こうかみたいな感じで今から遊びに行こうとするけど、ちょっと動画1本だけ撮っとこうと思って動画を撮ってるとこですね。それじゃやっていきます。19球団選手採用から、なんかいいのいるかな。ハーマンとか強くない。でもうち中で結構いっぱいんだよね。高いな。3億4000万がいらねえな。大引きさんの特能は欲しいです。1100万なら、そして松山の満了とか逆境丸、取るか。一応パワーミート B パワー C あるんで DH とかで使えるんじゃないか。 DH とかで、中継ぎ大谷4球種持ってんだ。これ抑えるだろう。結構中継ぎはうち結構いっぱいんだよな。やめとこうか。ヘンマンすごい。やっぱ4球種持ちは抑えんだな。取るか取るか取るか取る。とりあえず取ろう。あ、須田くんとか伸びあるじゃん。いいねいいね。村中はい。ピッチャーとピッチャーは結構、ね、取れんだよね。でもやっぱ野手だよね。いや欲しいのは野手なんだよ俺は。野手か先発。うん、石山先発転向させる。伸び B あるからね。いけるかな先発で。そこそこいけそうな気がするな。野手が欲しい。あ、ノムスケだ。ノムスケ取ろう。高えな。あ、高くないわ。3億1000万に増えたんだろう。あ、でもいっぱいか選手枠。じゃあノムスケにしよう。え、3億1000万。え、10億5000万が3億1000万。ちょ、いらないいらない。ノムスケ10億もらってたんだ。そら3億、そらクビなるわ。そら10億もらってたらクビなるわ。そら10億でこの成績はダメだわ。なんで10億もらってたんだろう。インフレすんのかな。今回のやっぱりパワープロってすごい年俸めっちゃ上がりやすいのかな。10億だって菊池雄星も10億ぐらいあったよね。普通に10億とかいくのかな。ノムスケがまさか10億いくとは思わなかった。誰取ろうかな。カットボールすげえ。野手が欲しかったんだが、野手か先発が欲しかったけど、結局石山取るか。じゃあ選手枠いっぱいだけど、選手枠いっぱいって考えたら須田いらないかな。伸び B は結構重要なんだよな。よし、これでいこう。選手枠、ミスった。満員だ。あ、そう、減らそう減らそう。トレード減らそう。トレードで一応レアードをちょっとトレード出そうかな思ってるんで、サードをメヒアにするために。なんでトレードも今年はやっていきたいですね。海外留学、留学地コリア、アフリカ。金がねえ。アフリカ、アフリカ、コリア、コリア、コリア行くしか金がなかった。サード、サード、平松、平松は行かせよう。平松、マジで覚醒してくれ。平松とあと先発ピッチャー行かせたいな。あ、でも、ヒカスとか留学してなくてこの能力か。留学させて、真の守護神にする。最強の守護神を作る。金井みたいな、最強のナックルピッチャーを作るっていうのもあるな。それか先発ピッチャーを行かせるか。鈴木、陽太郎か、加藤、29。俺はヒカスだな。最強の抑えを作っていこう。お、そうだ、先発、あ、先発取ってたんだ。でも人がいっぱいだ、人がいっぱいだ。ミスった。春季キャンプからトレードが解禁するので、トレード早速やっていこう。春季キャンプ5からね。春季キャンプ5からか。キサ変えるかな。金がねえな本当に。外国人取る金ねえや。結局金銭トレードして、逆金銭トレードして選手を金で売りて。じゃあ練習指示します。よし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 、練習指示覚えて。お、市原がサークル戦で覚えた。これで3球種になったんで、いいです。ありがとうございます。3球種になったとはいいね。じゃあオーダー考えていきましょうか。ちょっとね、さっき裏で考えてたのが全然消えている。消えていないか。まあ、今年はサファテ抑えでいこうか。でメッセ、鈴木、エースはメッセ、エースは岸だな。岸、加藤、市原、噂は鈴木、メッセンジャーで。有原がない。本当にね、赤徳がすごいんだよな。高梨どうしよう。とりあえずこのメンツでいって、いや、とりあえず高梨か。まず高梨使おう。で、まあ上がってくるのは岩尾、高塚、浦野あたりを上げていこうか。で、中継ぎ1人上げたい。田中いたかな。いや、戦力外取ったやついこうか。大谷いける。あ、今もいるじゃん。今もいるわ。
カーシー恥ずかしい。もうそろそろ無理じゃないか。ベテラン、大友とか俺結構いける気すんだよね。まだもうちょっと成長してからにするか。ここまで行くか。じゃあ。高橋恥ずかしい。もう無理かな。鍵や。ランチョウ持ってるからな。中継ぎはなかなかいいんだよ、うちは。今年はちょっと岩崎、今村を中継ぎとして使いたいと思います。今はちょっと先発で使ってるけどね。中継ぎだな。やっぱり中継ぎで使おう。で、松山あげるか。浅間もあげる。外野が多いな。松山でもサード守れるからな。ファーストサード下手くそすぎんだ、松山。二遊間の選手が少ねえ。松山じゃなくて、これは二遊間の選手か。浅間も結構いいんだよな。二遊間ってなると誰だ。太田、今川。今川サードか。石井か。セカンドがいいね。横は横。あ、横はセカンドいるじゃん。あ、いいや、これで。これでいける、これでいける。市原覚えたんで、ありがとうございます。作戦に鍛えてくれ。あとなんか、僕の覚えたやつはいないか。で、オーダー。とりあえず全員調子次第で。で、中継ぎエース、リード時、ビハニャでも、ビハニャでも、敗戦処理。いや、石川をとりあえず敗戦処理で、今のビハニャでも。まあ、ここがやっぱり、ここがやっぱ勝利の方程式になってくるんじゃないか。勝利の方程式作ろうか。勝利の方程式。パターン A。イマム、岩崎、サファテ。どっちだ？どっちだ？これ7回と8回でどっちが重要なんだ。7回の方が重要なのかな。岩崎、今村、サファテ。回復どっちがある。あ、回復ある方が多分7回投げた方がいい。7回投げる方が可能性多い、数は多いと思うんで、どっちも左バッターに弱いな。これでいこう。これでパターン A でいきたいと思います。で、ベストオーダー、清見は出した。レアードじゃなくてメヒアにします、今年は。メヒアサードで、ファースト DH 清見は T 岡田ファーストでしょ。4番 DH 清見は3番メヒア、5番 T 岡田で、太田、近藤、1番西川、2番太田、3番メヒア、清見は T 岡田で、近藤、左右右、左左左、近藤はやっぱ2番か。3番太田、まあこうだな。で、鶴岡、キャッチャー C の力。名前にしてもいいかもな。名前キャッチャーいいだからな。ちょっと名前ちょっと使ってみるか。やっぱ守備面ではやっぱいいキャッチャーだからね。バントの名手。いや、まだ鶴岡でいいや。鶴岡で一回行ってみよう。で、二遊間は松本、西崎を使うか松本を使うかだな。対左 D、 対左 C ってことは、西崎を対左、あー、だるい。これが一番マジでだるい。これが本当にだるいんだよな。ほい、あー、来たー。これでいこうか。いや、松本で行こう。松本でちゃんとコピー、ちゃんとコピー。オッケー。あ、西崎にしてるわ。まあ、西崎でいいや。ミスったし、西崎で行こう。対左だけ松本で。いや、松本の方がこれ打つな。絶対松本の方が打つわ。よし、これで、まずトレード。まずちょっとレアードを出したい。キャッチャー2人、キャッチャー出して、ベテランのキャッチャー欲しいのか。うちはどこが欲しいんだ。先発か。野手は結構揃って気するんだよな。先発だな。決め球がある若手。
いいの欲しいよな、結構。うちもやっぱレアード出すんだから、なかなかいい。小笠原とか欲しい。小笠原はちょっと赤チョクすごいな。純平とかどう？純平とか欲しいな。うわ、すげえホーク。すげえ。純平か？難しい。誰欲しい？誰取る？なんか有名選手取ってこい。有名選手、若手の有望株、若手の有望株誰がいる？野手だとまあいるけど、ピッチャーで、あ、山本由伸だ。山本由伸取ろう。山本由伸好きだから取りたい。山本由伸、そんな強くないな。そんな強くなかった。山岡、エース級を取りたいな。エース級。田島とか取る。田島、まあ、悪いところついてるからな。ちょ、エース級を。涌井とかまだいるんだ。35歳。あ、涌井ってまだ意外と35歳なんだ。この年でも。石川、酒井、誰がエースやってんだろう。あー、東は、東取ろう。東を、うちのちょっと有原と、レアードで取ろう。有原とレアードで東を取る。超大型トレード。超大型トレードいけるかな。いや、もうトレードが楽しみだけど、レアードとりあえずマジで出さないといけない。もうそろそろ出さないと。レアード、うちもだってちょっとレアードやっぱ抱えててもね、メリットないからね。放出しよう。放出、レアードを放出しないといけない。サード結構取ったからね。トレードは成功でした。おーおーおー、決まった。マジか。え、東来た。有原とレアードで東取れた。マジか、めっちゃいいじゃん。ロッキー、オッケー。これで一軍枠が一つ空いたんで、誰をあげる？様、外野、内野手をあげないとな。今川か。こうなると今川があるのか。まさか取れるとは思わなかった。ここでちょっと先発陣を入れ替えないといけない。メッセに変えて、東、エース。トレード取って即エース、東。強くね、こいつ。絶対強いよな。東に得の覚えさせたい。なんもねー。誰かちょっと得の覚えるのやめよう。白村やめようか。白村は変化覚えてくれ。東に伸びを覚えさせたい。東に伸び、え、東どうなの。微妙なの。実は微妙なのかな。東投げようぜ。今日は東投げさせてくれ。東を見たい俺は。いけ東。引き分け。おお、でも抑えてる。東抑えてるじゃん。7回失点。いいね。7回失点。7回3分の1か。で、今村がめっちゃ投げてるな。1、まさか東が取れると。この調子なんか取れんじゃない。トレードガンガン取れそうな気がするな。片瀬、いらない。百瀬、いらない。なんか普通にちょっと村中とか取れそう。村中じゃ、村山じゃないわ。誰だ、村上とか取れそうだ。村上とか取れないかな。安田とかも、いや、まあサードいるんだな。うち外野の有望株、宗とか取れない。宗は別に有望株ではないのか。今 UO かもだけで、パープロの中では別にそこまでなのかな。杉本裕太郎、外野の有望株誰かいる。いや、二遊間の有望株が一番欲しいんだよな。阪神、巨人、広島、西川とかどう。西川、あー微妙だな。西川、ロッテ、西武、源田はまあ取れないでしょう。源田とか取っている。源田は取れないしね、どうせ。無理だな、これは無理だわ。やめよう、トレードはもう無理だ。もうトレードはいいや、今日は。今日のトレードはこれで終了です。
いやもうレアーズ出せたのが良かったね。レアーズ抱えててもねあんま意味ないからね。どうせメヒアはサードで使うし、新しくサードも取ったし、ルーキーでサードを取ったんでね、高卒ルーキーで結構強めのサードを、名前は忘れてしまったけど、この前取った人だからね名前は覚えてないんだが、誰だっけ、あ、平松っていう結構いいサードを取ったんでね、ちょレアードを放出したかった。あー、清宮開幕戦で絶不調はないです。それはちょっと4番としてないから松山で行こうかな。ここは松山を使うか、アルシアを使うか。アルシアだな、いや松アルシアだなって言いながら松山を使うっていうね。ここはアルシア使おう、4番で。これは清宮がやっぱ絶不調なのが悪いね。ゼフショーは特能発動しないもんね。ガイア多いな。ガイア守れるやつ多いな。マレーロ、ロメーロ、ドッス、ま、マレーロ、ロメーロ、ドッサーの外国人クリーンアップ。パリーグ開幕戦、ケイ・スズキ、ケイ・スズキって背番号99番だな。これ違うか、多分マレーロか誰かか。マレーロか、ロメーロか。ロメーロ1番だっけ、マレーロ1番だっけ、誰だっけ。99でロメーロか。あ、うちも結構ガイア多いな。ガイア守れるやつ、メヒア以外、メヒアと鶴岡以外全員ガイア守れるっていうね。いけいけ、頼む。東神、東とかいう神。おお、すげえ。おサバテ、おお、すげえ、これこんなのあるんだ。あ、サバテのお辞儀もあるんだ。へえ、そういうエフェクトモーションも追加されてるんだ。すげえ、パワープロ、すげえ、パワープロにセンジャーってすごいな。へえ、8回失点。東背番号なんか60何番だって聞いてんだけど、東の背番号変えようか。相性悪い、これはマジで今年いけるわ。東という最後のピースが埋まった感じがあるね。そして T 岡田がホームラン、 T 岡田のホームランで勝ったのか。そういうわけではない。いや、これがマジで東が最後のピースになる可能性あんな。こういうやっぱ一人ね、こういい選手が来ることによってチームって一気に変わるからね。本当にだって連敗ストッパーにもなるしね。東がいるから連敗しても東に任せたらいいっていう、そういうあれがあるから。背番号、そういえば気持ち投げれるから。17番かぶってるじゃん。裏のちょっと背番号変えよう。何全部あんだ。60代68、東の背番号を変えたいです。10番余ってないの。18は誰作ってる。岡ひろみか、そうか、エースを狙い岡ひろみか。岡ひろみ88番。あとなんか有望株いる。太田大使の背番号、あ、ミスター何番だって、あれ渡辺何番だった。太田大使の背番号55番に戻そうぜ。太田を55番に戻って T 岡田もいる。33にしよう。 T 岡田もいた。太田大使は55に戻したかったけど、 T 岡田55番だからな。帰るね。留学してるやつは背番号も変えれないのか。どういうその仕様なんとかしてほしいな。留学してるやつは背番号ぐらい変えさせてくれよ。変えさせてくれよ、留学してるやつの背番号ぐらい。よし、どうだ。東効果で勝ってない。勝ってる。3位か。トリオ記念シューズ毎年。お、なんて今誰か覚醒した。あ、岩尾の能力が判明したのか。結局どうだったんだろう。岩尾 CC あんのかな。わお、あ、 EC か。マジか。結構いいトレード出した、トレードを使ったんだかな。結構いい選手出してトレードで取ったんだけど、誰を出したんだかあんま覚えてないけど。あ、西川スランプ、これ外すと。マジでスランプは今回ね本当にひどいからね。その代わりでも結構早い気がする、スランプ回復するの。誰使う。渡辺外野守れる。 DEFゴーが外野守れるのか。西崎1枚やってもらおう。ゴー、松本ゴーにセンターやってもらって、スランプをとりあえず回復するまで西崎をちょっとチャンスを与えます。1番で、あずまー、1週間の怪我なら大丈夫。1回登板抜かしたらいいから、わざわざ抹消するほどのことではない。 OKOK 西川のスランプが全然回復しないんだが、今回結構スランプ回復するの早かったと思うんだから、使ってたらスランプ回復するのが早いってことなのかな。あ、スランプ脱出、オッケー。西川がやっぱり出ないと。これゴーとどっちが打ってるかでスタメンを変えていきます。1割9分7厘、3割1分3厘。はい、西川、はい、西川。
余裕の西川、うわめっちゃ打ってるじゃん。清見ちょっと下げようか。ちょっと渡辺松本を上げてみる。大丈夫、調子いいし。清宮メヒアを下げようか。いやメヒア清宮にしようで、渡辺松本、西川が不調だな。1番が、1番思い切って渡辺にしてみるか1回。いや西川だな。西川を上げてくると俺は信じている。もうちょっと見て西川が全然上がる気配がなかったら松本剛を1番にするか。今のところねチームも4位か、微妙だな。もっと勝ってると思ってた。もうちょい順位上だったらね全然西川待つ余裕あるんだけど、ここまで順位が微妙なところだと待てないかもしれないねって言ってたら、上がってきたということは多分これ西川が打ち出したな。やっぱ1番が打つとねチームの戦力が上がるからね、士気が上がるからやっぱり。なんかあった今覚醒した。あ200ギダね、200ギダを俺覚醒したのかと思った。鶴子が首位ホークスと 2.5 ゲーム差、交流戦入りました。結構接戦の争い。おお誰が怪我した。うわー松本1ヶ月の怪我か、きついな。それは打ってたんじゃないの松本さん。あー3割打ってたのにもったいね。誰あげよう。俺とも石井しかいないよね。あさ中島出したんだ俺。中島で岩尾を取ったか。ピッチャーはどうですか。噂を下げてここは浦野行こう。高梨下げて高塚行こう。東どうした。東最初だけか。中継ぎはすごい頑張ってます。ここで一回高橋使うかで、多分途中で抜けてまたシーズン終盤に帰ってくる感じでいこうかな。疲労が溜まって変えていきたい。そういうねいい中継ぎ運用をしていきたい俺は。ゴーが抜けたの痛いな。西崎かショート。ちょっと見ようか、ここら辺で試合をちょっと誰か見ようかな。打ってる人松本、あ渡辺か。打ってるって言ったら T 岡田が結構打ってんだな。 T 岡田見てみようか。 T 岡田見てないよね多分これ。 T 岡田でワンプレーで見てみます。今シーズン初めての T 岡田。あー鶴岡の体力がなさすぎる。名前でいこう。ヒロードの次からのペナント、ヒロードどうするか悩むな。ありにするか、まあ、でもせっかくね2018でそういうヒロードが追加されたんで使いたいって気持ちはあるんだけど、まあ、結構ヒロードはめんどくさいしどうなのかなっていう意見もいろいろあるんで、ツイッターかなんかで一回あれやってみようかな。あのツイッターであのなんだアンケート取ってみようかな。俺ツイッターのアンケート機能多分一回も使ったことないんだよね。今回初めて使うことないかもしれないね。あのヒロードありかなしかどっちがいいですかみたいなツイッターのアンケート取ってから俺が考える。アンケートがまあ正義、全部アンケート通りにすることはないけどね。あとまあいろんな人の動画とか見てみようかな。ペナントやってる人っていいのかな、パワープロ2018の大ペナしてる人、それでその人らがやってるようなのを参考してどっちがいいのかなっていう。どっちがいいんだろうね実際。でもやっぱりヒロードある方が俺はいいと思うんだよね。まあなんかいろいろバグとかもあるのかもしれないけど、結局やっぱりそういう疲労度とかあったら若手とかも積極的に使いやすいし、あの選手の入れ替えが面白くなる。今までのオペラだったら選手そのままずっと1軍固定でずっとしててそれだけで勝手に抑えてくれる、そういうのがあった。でもそういうのじゃなくてやっぱりこう1軍2軍をやりくりするっていう楽しさは、それこそパワフルなんだと思うから、疲労度はありの方が俺は結構あり派なんだよね。でも結構なんか意見、いろんな人の意見ではヒロードいらないっていうのも結構見るからね、そういうコメントとかも。それはまあどっちなんだろうっていう、どっちなんだろうって俺は思ってる、どっちなんだろうって思ってるだけです。で T 岡田がチャンス、9回勝ってます。これ代打清宮を出したいんだからやめた方がいいな、多分叩かれると思う。どんだけ清宮を出したいんだよっていう、まあ、DH 清宮だからね、ファーストでは清宮使わないからね。巨人どうなん感じなんだろう。石川
あ、中田翔が2番センターどういうことだ。お、宇佐美がすげえ、3割3分9厘、増田3割6分4厘、3割10分3厘。なんで2番センター、多分ベンは途中から出場したんだと思うけど、センターに中田を置くのか。マジか。そして4番陽大かも。中井がショート持ってるし、ひどすぎる。吉川は守備 B か、守備 C なんだ。吉川もうちょい守備上げても、あ、プレート上がるか。お、いいね、これ太田帰ってくるんじゃない。太田大志センター中田だよ、センター中田だよ。肩は強い、肩は強いんだよな、中田。東京ドームでセンター中田じゃありなのかもしれないね。あのセンターアンドリュー・ジョーンズみたいな感じでありのありかもしれない、実は。お、加藤完封したじゃん、いいね、快勝。完封勝利メダル。須田は成長タイプ普通。あ、もう今やってできた。よし、じゃあ今日はここら辺で終わりたいと思います。それじゃあ俺は出かけてくる。じゃあバイバイ。